皆さんおはこんばんちは、ダンデライオンスタジオのアナベルです。今回は様々なゲームのボス戦やイベント戦のアナベル流の攻略方法をご紹介していきます。入手困難なアイテムを使ったり、低レベルや法外な強さでの攻略ではなく、適正レベル通りにプレイする前提で、個人的に最も効率の良かった攻略法をご紹介します。攻略に行き詰まったことのある方、もう一度遊びたいけど苦手なボスがいる方は、ぜひこちらの動画を参考にしてみてください。それでは早速、本日ご紹介していくタイトルはドラゴンクエスト4導かれし者たちからキングレオ戦のご紹介です。西の大国キングレオで魔物に魂を売った国王、かつてマーニャとミネアは手も足も出なかった強敵ですが、勇者と仲間たちはこの難関を乗り越えることができるのでしょうか。今回のボスから複数のメンバーを使って様々なパターンでの攻略法があるので、今後のボス戦では個人的な最適解だけじゃなく、何種類かのパターンもご紹介できればと思います。それではこちらの動画をご覧ください。舞台はキングレオの玉座の間。ライアンが配下の兵を食い止めている間に、勇者たちはキングレオ打倒を試みます。今回の編成は勇者、クリフト、ミネア、マーニャ、攻守のバランスに優れた個人的な最適解です。これまでの敵と別格の火力を持つキングレオに対し、こちらのダメージソースはマーニャに託し、勇者、クリフト、ミネアによる回復部隊を設けた防御重視の編成です。通常通り進めていると、この時点で属性耐性がある装備はほぼないので、この編成で高い HP を保ちながら戦うのが最も安定感のある攻略ができると思います。適正レベルは19前後。マーニャがメラミを覚えていると非常に楽です。キングレオのステータスは HP 950、 MP 無限、攻撃力123、守備力80、素早さ18、完全2回行動でギラやこぼれる吹雪で全体攻撃を仕掛けてきます。耐性面では攻撃呪文は一通り有効で、ルカにもほぼ確実に効果があります。マーニャはあらかじめルカにをかけておき、あとはひたすらメラミで応戦。勇者は回復を優先しつつ、余裕がある時に攻撃に参加。クリフトとミネアは無理に攻撃に参加させず、基本的に回復補助や防御に停した方がいいでしょう。あとは低確率ながらマヌーサやマホトーンも有効で、キングレオは封じ状態でもギラを使おうとするので、こぼれる吹雪のダメージにだけ気をつければよく、3人もベホイニが使えるこの編成なら、よほど攻撃が集中しない限り耐性を維持することはそう難しくはないでしょう。今回は通常の攻略ルートで、カデキア攻略後にまっすぐキングレオに来たのですが、途中寄り道をしてリバーサイドやスタンシアラ、ロザリーヒルなどを経由していたり、コルネコ編の金策で得た資金が潤沢にある人はエンドールの隠し防具屋に立ち寄ったりして、ドラゴンメイルやドラゴンシールド、はぐれメタル鎧やドラゴンキラー、キラーピアスや力の指輪、天空の兜に天空の鎧など、強力な装備を先に手に入れることが可能で、それらの装備があれば、ミネアの代わりにアリーナを入れてみても、圧倒的な火力と耐久力で、あっさり勝つことができると思います。ちなみにはぐれメタル鎧は、本作でもトップクラスの守備力を持つ鎧で、アリーナ、フライ、マーニャ以外の、全員が装備可能な最強防具の一つですが、物理ダメージだけでなく、レイン系以外の呪文ダメージも軽減してくれるものの、ほとんどのドラクエシリーズでは呪文よりもブレスの方が脅威であることが多いため、はぐれメタル鎧よりもドラゴンメイルなどのブレス耐性防具の方が優秀である場面が多いです。もしお金に余裕があり、はぐれメタル鎧を複数購入可能だとしても、装備できる防具の種類が少ない。クリフトやトルネコの分だけで十分だと思います。そもそも装備が優秀な主人公やライアンは優先度が低いと言えます。特にクリフトははぐれメタル鎧の次に強い防具が魔法の包囲という完全介護感しかないため、優先的に用意してあげると今後の攻略も非常に楽になると思います。さて、お次は勇者、アリーナ、クリフト、ブライを編成した攻撃重視の編成。もし適正よりもレベルが低く、マーニャがメラミを覚えてなかった場合は、この編成を試してみてもいいかもしれません。この編成の場合はクリフトはスクルトやベホイニ、マホトオンなどでサポートを行い、勇者は回復に専念しつつ余裕があれば攻撃、ブライはルカニで守備力を下げつつヒャダルコで攻撃、アリーナはひたすら攻撃していきます。もしブライがバイキルトを覚えていたら、主人公やアリーナに使っておくと楽になると思います。バイキルトを使うと会心の一撃が出なくなりますが、この時期ならそれほどアリーナも確率は高くなく、ルカニと併用していれば実質的に常時会心ダメージで、凍てつく波動を使う相手でなければ効果的面です。しかしこの編成だと全体的に装備が乏しく、耐久面は非常に不安定になってしまうので、回復が間に合わずパーティー崩壊のリスクが高いです。短期決戦を狙いたい方以外にはおすすめしません。ちなみに、もし FC 版や PS 版をプレイされている方で、スタンシアラに立ち寄った人は、
天空の兜入手イベントの際に一時加入する旅芸人のパノムをアリーナの代わりに編成してみても面白いです。パノムはまどろみの剣を装備していて攻撃力がそこそこ高く、パノン自身も眠り攻撃を使うことがあるのですが、 FC 版や PS 版ではこの眠り攻撃とまどろみの剣、ファミリーコンピュータ版では両方、プレイステーション版では眠り攻撃のみ、相手の眠り耐性を無視します。ボス相手でも眠らせてしまうことがあり、スタンシアラのイベントを放置すればエスターク戦まで連れ回すことができるので、興味のある方はお試しあれ。といってもエスタークは眠ってる方が厄介だったり、 DS やスマホ版では修正されていますけどね。この装備と編成だと吹雪によるダメージへの対処が大変ですが、マーニャやミネアを編成した時よりも圧倒的に火力が高いため、さすがのキングレオもそろそろ HP が尽きる頃でしょうか。正直なところブライはすぐにやられてしまうだろうと思ってました。案外しぶとく生き残っては思ったよりも貢献してくれましたね。さてこれでキングレオの脅威は去り、この周辺の惑星も落ち着いていくことでしょう。さらに第一章の主人公であったライアンも仲間に加え、ついに導かれし者たちが勇者の元に集結します。一行は再び魔王デスピサロダ島のため、次は北の大国サントハイムを目指すことになります。もちろん先にリバーサイドやスタンシアラなど別のエリアを先に回ってもいいのですが、次回もそのようなことはせず正規ルート通りの内容で挑戦していきます。最後にこのボス戦における各キャラのおすすめ度をご紹介していきます。まずは勇者ですが、攻撃回復ともに優秀なパーティーの要なので、パーティーから外す理由はまずないでしょう。通常ならバトルアックスや鉄の盾、寄り道しているのならドラゴンキラーやドラゴンメール、ドラゴンシールドなどを装備させて勇者らしく戦闘に立って戦ってもらいましょう。評価は S ランクとさせていただきます。次にアリーナですが、攻撃力はパーティーズ1ですが、装備の種類が少ないため耐久面がやや不安。今回のように短期決戦を狙うのであれば選択肢に入ると思いますが、安定感という点ではやはりリスクを感じるため今回はあまりおすすめできません。寄り道をしてキラーピアスを用意していればより早くキングレオを倒してくれると思いますが、そうでないなら無理に編成する必要はないでしょう。評価は C ランクと判断します。次にクリフトですが、こちらは回復の要、ミネア以上の回復呪文の使い手です。スクルトによるダメージ軽減も非常に優秀で、今回の戦闘に限らず彼が不要な場面はほぼないです。装備の貧弱さは感じるかもしれませんが、通常プレイでは魔法の包囲でも呪文によるダメージを大幅にカットでき、スクルトがあれば守備力も気にならないので、第5章において彼より優秀なキャラはいないと言っても過言ではありません。回復かスクルトだけで十分貢献してくれるので、これは評価 S ランクで間違いありません。そしてブライですが、基本的には彼の神装甲により HP 管理が非常に難しいキャラとなっておりますが、ルカニやバイキルトによる火力アップ、フィオリムによる全体の素早さアップとサポート性能が非常に高く、ヒャダルコはベギラマ以上の火力があるため縁の下の力持ち的な活躍に期待できます。しかし今回の戦闘に限ってはやはり耐久面の不安が強いため、優先的に編成をおすすめするものではありません。ルカニとバイキルトの価値を考え評価は B とします。次にトルネコですが、正直彼は言わずもがな、この時点で言えばそれほど装備が貧弱ということもなく、バトルハックスに次ぐ攻撃力の覇者の剣や安らぎのローブに鉄の盾と、どちらかといえば優秀、 HP もそこそこあるはずなので耐久面に関してはリーナよりも高いかもしれません。ただし肝心の力は平凡なため、ルカニやバイキルトの併用は必須になる上に、トルネコはコマンドを無視した行動を取ることがあるため非常に不安定です。よほど愛情がない限り彼を出すことはないでしょう。基本的には探索専門ということで評価は D とします。そしてマーニャは安定攻略では攻撃の要となります。適正レベルの19というのがマーニャがメラミを習得する時期なのですが、本作は賢さによっては呪文の習得レベルが前後することがあり、ステータスの成長も一定ではないためメラミを覚えてないケースもあります。メラミがあればダメージソースとして非常に強力で最も効率よく削ることができるのですが、もしそうでないのならブライのヒャダルコの方が火力が高いので、適正レベル以下ならばブライの方が評価が上がります。ブライのバイキルトも19前後の習得になりますが、ヒャダルコはこの時期なら確実に覚えているはずです。マーニャがメラミを覚えたかどうかで判断しましょう。場合によっては編成が変わるため評価は B とします。最後にミネアですが、この時期の彼女は回復担当兼サブアタッカーといったところ、ステータスも平均的で特出する面はないものの、キングレオの激しい攻撃をしのぐためベホイミが使えて鉄の盾が装備できるというだけでも評価に値します。ホーリーランスを装備しているようなら暇な時は攻撃に参加してもいいでしょうし、 DS 版なら銀のタロットも2回までなら引いてはならないカードが出ないようになったので、
星のカードで経験値と獲得金を倍にしてみたり、太陽のカードで全体回復を狙ってもいいかもしれない。万が一に備えて攻撃には参加せず、暇な時は防御させていても安定すると思います。彼女が参加していることで回復に余裕が持て、主人公も攻撃に参加しやすくなるため、勇者やクリフトほどじゃないにしても編成する価値はあるため、評価は A でいいでしょう。こちらがキングレオ戦における性能評価となります。今後はこのようにボスごとのキャラ評価もしていけたらと思います。あくまでも個人的な評価になりますが、一つの判断材料としていただけたら幸いです。次回からはライアンを加えた8名から編成を考えてボスに挑みます。というわけでキングレオ戦の解説は以上になります。次回はイーガの母国サントハイムにて、マーニャやミネアの父の仇である錬金術師、進化の秘宝でさらなるパワーアップを遂げた強敵バルザックに挑みます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。ぜひチャンネル登録もお願いします。お疲れ様でした。